本当、あなたのうちに行くのがめちゃくちゃ楽しみ。違うな。そうです。私が沢健と申します。よろしくお願いします。英語はいいよな。英語はいいね。まあ、とは言ってもですね、英語はいいよなって思えるには、時間と慣れがかかってしまうんですね。で、今僕が担当している英語の生徒さんの中にはですね、やはりまだ、英語は辛いよなっていう方ももちろんいらっしゃいます。で、ここでですね、あえてですね、その方に、今回は企画として英検3級に挑戦していただくことになりました。で、その方は50代の男性です。で、一言でレベルを言うと、中学英語なんか全然忘れちゃったぜっていう方ですね。まあ、それはしょうがないと思います。僕だって中学校で習った数学のことなんて、まあ、覚えてないですからね。で、この動画では次の2つについてお話ししたいと思います。まず1つは彼の、まあ現状ですね。彼の今のレベルはどれぐらいかということ。で、もう1つはなぜ英検なのかっていうことについてお話ししたいと思います。で、まず1つ目の彼の現状なんですけれども、これはですね、僕が説明するより動画で見ていただいた方が一発でわかると思いますので、まずはこちらの VTR をご覧ください。じゃあ、40お願いします。40、毎朝5時に起きます。He get up at 6 every morning。 はい、95点だった。95点だった。どこだと思どこいまだす？ゲットがゲッツ。その通り。ああ、そっか。Are you students? 惜しいな、惜しいな。あれ Are you これね、本当にね、うっかりすると忘れちゃうんだけれど、スチューデントっていうのは数えられたりするよね。で、しかもこの場合一人だよね。ああ、なるほど。Are you a student? はい、まあそんなわけで、まあ数ヶ月前ぐらいからスタートしたんですけれども、まあ、3単元 S とかさ、そういう中学校1年で習う、そういった英文法、もう完全に忘れてる状態だったので、まあでもこれからが楽しみだなって思いますね。これから中学英語を忘れた大人がどんだけこう挑戦できるか、これをね、僕は期待しています。で、次になぜ英検なのかっていうお話なんですけれども、まあよく英検と TOEIC ってよくこう、まあ比較されるんですが、まずこの2つの大きな違いっていうのが、TOEIC っていうのは上級者でも初級者でも同じテストを受けなくちゃいけないじゃないですか。でも英検っていうのは自分のレベルに合わせて級を選べるんですよね。そこがまず大きな違いです。で、まあぶっちゃけ TOEIC ってあれ難しいんですよ。TOEIC 受けたことある人だったら知ってると思うんですけど、あれって結構難しいんですよ。だから初級者の方が受けるとあれね、心折れるんですよね。で、同じ間違いをするにも、このなんかもうちんぷんかんぷんで全く分かりません、だから勘でね、3番選びますとかっていうより、なんかちゃんと戦ってほしいんですよね。こう、ちょっと待ってよ、これはこうだから、多分3番だと思うんだよねっつって、ちゃんと考えて自分なりの結論を出して、ああ違ったか、え、なんでなんで、あ、そっか、だこうだから2番なんか、ああなるほどねっていう、こういうプロセスが欲しいんですよね。やっぱり初心者の方だと、TOEIC ってやっぱめちゃくちゃ難しいから、こう例えばリスニングにしてもさ、こうブワーって流れて、ええー、って何にもわかりませんでした。勘で1番とか、長文にしても、ね、全然読めませんって。でもまあもったいないから、じゃあこれは4番に丸つけときますとかさ、それだとさ、もったいないんですよね。なので僕は、まあ初心者の方には、まずは英検をお勧めしています。で、実力がついてから TOEIC に挑戦してねっていう、そういう話にしてますね。はい、それでは最後にですね、今その生徒さんとどんな練習をしているかをちょっと見ていただいて、それでこの動画を終わりたいと思います。せーの、Goodbye people. See you later, alligator. さあ、じゃあ、
本当にベタなやり方ですけど、ピリオドまで読んで、で、それを一文一文訳してください。We had a lot of fun at your house on Christmas Day. Okay, good. 私たちはクリスマスに、あなたのうちに行くのがめちゃくちゃ楽しみ。違うな。A lot of は？たくさん。そう。で、we had になってるじゃん。ああ、そっか。過去だ。楽しかった。そう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 。You are such a good cook. スマッタ先生、such a good cook. サチはね、ここはね、もうほぼ訳さなくていいです。ああ、じゃあ、料理が良かったっていうのかな。なんていう。グッドクックって書いてあるでしょ？あがついてるのがヒントで。ああ、あなたはグッドな料理人だ。そういうこと、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 そういうこと。あ、